今どこ？家？今家。ああ、いいね。忙しいからな、これ。ストッパーかけた？いや、お前、それ前も言ってた。ちょっとやりづらいな、それ。え？前と同じようなやりとり。いや、もう自然でいいよ。え、家いんの今。家やって。なんで、仕事は？いや、今日、本当は休みやって。うん。休みやけど、その、やってんねんって。家で、ま。真面目か。いや、真面目っていうかもうお前社会人やからもうやらずしゃあないから。うん。いやもういい？え早すぎやろ。もういいやろ。で、ちょっと待って。うん？あれかな、お前。引退するって決め、あれして、なんか、どうな？なんか言われた？反響？いや、みんな連絡来た。ああ、割とくれたかな。いや、俺、先輩とかには言ってたけどさ、後輩にはあんまり言ってなくて、できる後輩はあのお疲れ様でしたってくれた。メールくれた。うん。LINE やけどな。山とか。山は何にも連絡ない。誰だろう。あ、鉄。ああそう。うん。もういい。動いてる？動くやろこれは。完璧やろ。え、ザキさん動いてる？え、お前車何乗ってんの今？え、あれや。あれマセラティえ、ザキさんの車も変えたの？いや、変えてない、全部一緒。あの、いや、全部一緒そらそうだ。でもいい、いや、だってあんな車乗ってる人いないでしょ。あんな車乗ってるユースのコーチいないっしょ。いやいや、いるやん。 あんな高級車乗ってるユースのコーチいないでしょ。もういい？だってね、もう前も30分ぐらい話してるから、なんか喋ることねえな、ザキさんと。なんかないの、面白い話。面白い話？あ、誰か会ってないの最近、山形のやつら。いや、マジで会ってないよ。ゆうきさんと電話したぐらい、こないだね。うん、全然会ってないな、俺。だって、だって会う機会なくない？いや、試合でこっち来た時に誰か会うぐらいやけど。なんでしょ？あ、てか、お前来ないの？ LINE メール。いや、終わったって。もう終わった。メンバー入らずに。だから連絡。あ、そうなん。メンバー入ったらそれは連絡するよ。そう。何年乗ったん今年？それ聞く？なんで？ 2 年連続ゼロや、今。ほんまに？ほんまに。あ、そう。うん。ザキさん、最後の年何点？ 1 点。負けた。山形とか来ればいいのに。山形行きたいけどな。まこっちゃん行こうよ、みんなで。めっちゃ行きたいね。おごってくれる？割りかやろ。マサルとかも全然連絡しないもんね。ああ、確かに。俺こっちで一回会ったわ。なんか言ってたの？あ、マサルさんと日賀がさ、確かジュニアユースかなんかで青森に試合来てて、スタバ行った。鉄と。鉄いらん。鉄一番いるやろ。え、それいつの話？いや、一昨年。いや、2000、コロナになる前。あ、そう。マサル、元気してた？元気だった。でも、ちょっと髪伸びて、普通の人になってた。だって、今でも連絡と、こまめに取る人いないよ。マジザキさんぐらい。ザキさん、ゆうきさん、山形、誰だろうと。俺、ちょっとさっき、ショーゴとメールしたんやけど。なんで？ちょっとあいつ、今、琉球にいるやん。うん。で、まあ、ちょっと選手、こっちの選手が練習行くから。へぇー。ショーゴさん何やってんの今あれ。フロントでしょ？あれ、広報。広報なの？あのガタイで？トップの広報してる。ふざけてんな。あ、翔吾さんラジオとか出てるっしょ？沖縄の。あ、そうなの。うん、沖縄住みやすそうだよね。まあでも今、どこだっけそれ。青森や。青森はやばいやろ、お前。雪やばい。マジでやばいからね。やばいやろ。なんでそんなとこ行ったの？いや、ザキさん、なんでって。達也さんいたからや。誰それ？望月達也さん知ってる？誰やねんとか怒られるからね。これ使うで。使うこれ使うからな。でも喜ぶんじゃない？ザキさんち青森来たら。俺んちが青森。あ、まあ雪見れるじゃん。絶対見れないっしょ。旅行にはいいじゃん。でしょ。元気？大変やな。大変そうだね。年末年始とかも割とそんな休めないっしょ。なんか年末はだって、いや、年末年始は休みあるよ。いや、でも選手みたいにさ、1ヶ月とかじゃないっしょ、そんな。あ、ないない。もうね、ほんと、会社員の人たちと同じぐらいでしょ？そう、そう。で、また練習とか始まるんでしょ？
マジ時間ないや、まあ、いやいや、お前お、あの、お前らが普通じゃない。いや、まあそうだね。いや、動いてる。動いてる、止まってない。やっぱあれやね、こないだこっちが悪かったよ、多分。あ、絶対そうだよ、だって絶対そうだよ。今、え、家には Wi-Fi あんの？トンネル？あるやん。二つぐらいあるし。じゃあ6本立ってんの、あれ、輪っか6本。動いてる動いてる動いてる。お前にその笑いやめて。40歳や、もう40歳でしょ。うまい。うん、ていうかさ、うん、こないだブドウ送ってくれたやん。おう、これ&するやろ、お前。だからわざわざそんな、そんな言葉出してくれたの。美味しいぶどうありがとうな。あの、長野の西澤さんだから。あ、そう。めっちゃ、あ、ぶどう美味しかった？ぶどうは美味しい、最高や。もう一回送って。長野のぶどうかな、あれ。そう、長野のぶどう。シャインマスカットと長野パープル。あれは美味しいよ、そら。美味しいっしょ、あれ。美味しい。マジですごいよ。しかも俺、大好物、シャインマスカットやから。だからシャインマスカットみたいな色の服着てんの。ああ、絶対言うな。ああ、じゃあ。それが言いたかったから、そのブドウの話した。あの、待ってるよ。カイト？覚えてる？うわ、変わってねえ。顔変わってないや。久しぶりやな。お前喋るやない。こんにちは。こんにちは。嘘でしょ。もう寂しいな。寂しいね。はい、バーンってした。ああ、2歳の頃から動画見せてあげたいよ。お疲れ様でしたって。引退お疲れ様でした。ありがとう。ブドウ待ってます。だってさ、まだ金沢行った時ですらさ、ベタベタしてくれたのにね。いや、もう全然変わってない。そんな変わらよ。あったらマジで可愛かったな。大人になったね。なるやろ、そら。そうだ、4年生でしょ。でも小4。9年前、ボンとジオンがいた時ぐらいじゃない。ボンとジオンの前よ。前じゃないわ。前だよ。だってフナさんいんだもん。じゃあフナが、違う、フナがいなくなってボンとジオンが来たもん。うん。韓国語でサカーってして。してる？いや、知らん。え、知らん。いつよ。NHK のテレビで知らん。ああ、やってる。そうなんてやってたね。あれめっちゃやってたもん。めっちゃおもろかったな、あれ。確かにやってたね、そんなこと。見たわ、見たわ。ジュヨンとボンとソンワンでね。会いたいな、あいつら。懐かしいね。ソンワン今千葉いんだっけ？ソンワンは知らない。あ、ボンから、そうだ、連絡来たわ。引退するってなってから。あ、ほんまに？うん。わざわざ、お疲れ様です、みたいな。あいつ。さすがやな。めちゃめちゃ。いや、あいつはできたやつだね。しかも全部日本語、漢字とか。何してんの、あいつ。いや、韓国でやってるし、今、